こんにちは、加藤咲です。今回はですね、どの着物になんかどんな帯を合わせたらいいかわからないっていう質問をいただいたので、その質問の回答をしていこうかなというふうに思います。で、まあ、この着物には、まあ、こういった帯の種類が巻けるよっていうお話をしていきますね。まあ、これは何本かに分けて取っていくので、今回は紡ぎでのお話をしていこうかなと思います。でこういった、まあ、紡ぎだったり、あと織の着物ですね、織の着物の場合は、これってやっぱりカジュアルな着物になるので、帯もカジュアルなものであれば、まあ、何でもいいっていうことですね。で帯の種類としては、まあ、多いのが名古屋帯だったりとか、あと半幅帯、私が今巻いているのも半幅帯なんですけれども、まあ、こういった半幅帯巻いてもいいですし、あと半幅帯よりももうちょっとカジュアルなへこ帯っていうのがあるんですけれども、なんていうんですかね、最近大人のへこ帯っていうのが流行ってるんですが、まあ、こう普通の布、長い布をこう帯としてぐるぐる巻いているっていうような感覚ですね。まあ、芯が入ってないものになります。でそういうへこ帯でなんか背中がね、結構こうふわっとなるんですよね。芯が入ってないからこう結構ボリュームが出たりとかしてふわっとなるんですけれども、そういうへこ帯を巻いてあげても全然いいと思います。名古屋帯を巻く場合は、名古屋帯の中にもなんかちょっとカジュアル寄りの名古屋帯とフォーマル寄りの名古屋帯があるので、カジュアル寄りの名古屋帯を巻いてあげてください。まず金糸とか銀糸が入っていないやつですね、いないもので、例えば染めの名古屋帯だったりとか、あと織の名古屋帯でもなんか明らかにカジュアルっぽいなっていうのあるので、なんかざっくりとした感じの風合いの、織の名古屋帯とかもあるので、そういうのを巻いていただければ OK です。例えばこれなんかは、結構ざっくりとした織の名古屋帯になります。見えますかね、こういう感じで結構こう素朴な感じが出ていて、まあ、明らかにカジュアルな、名古屋帯だっていうことがわかるかなと思います。あと紡ぎ、オン紡ぎみたいな感じでも、可愛いかなというふうに思います。はい、でこれが染めですね、染めの帯になります。はい、近くで見るとこんな感じなんですけれども、まあ、染めの名古屋帯っていうことで、これ結構渋くないですか？なんか私が結構お気に入りのやつなんですけど、まあ、染めの、柄なのでカジュアルになります。ちょっとこの辺になんか金箔っぽいの貼ってあるんですけれども、結構アンティークとか昔の帯って結構そういうのが多いんですよね。なんかこういうのが貼ってあるけどでもカジュアルみたいな、まあ、なんかおしゃれ着みたいな感じで楽しんでいただければいいかなと思います。でちなみになんですが、後ろこんな感じなんですよ。能の柄です。ちょっと面白いですよね。結構こう昔の帯ってこういう面白柄多いので、チェックしてみてほしいなって個人的には思います。はい、これは織の名古屋帯になります。はい、近くで見るとこんな感じですね。まあ、織の名古屋帯で別に紡ぎってわけでもないんですけれども、金糸銀糸も入ってないので、これはカジュアルの名古屋帯になります。この帯結構何にでも合うので使いやすいですね。あとなんか結構みんなからの評判がいいです。これもなんかリサイクルで見つけましたね。紡ぎには基本的に袋帯を合わせることはほとんどないかなというふうに思います。なぜかというと、もう現代における袋帯ってもうフォーマルしかほとんどないんですよね。なので紡ぎに袋帯を合わせることはほとんどないと思うんですけれども、たまにね、カジュアルの袋帯っていうのもあるんですよ。こう金糸とか銀糸が入っていないやつですね。まあ、例えば、この写真で私が巻いている帯っていうのは実は袋帯なんですよね。でもこの帯地が紡ぎになってます。紡ぎの帯地になっていて、で金糸とか銀糸とかも入っていないので、フォーマルで巻くっていう帯ではなくて、カジュアルだったりとかお出かけ着として巻くような帯になります。だから一概に袋帯だから全部ダメとかっていうよりも、カジュアルなのかフォーマルなのかで、この紬に巻く帯っていうのを分けてあげるといいかなというふうに思います。だいたいですね、紬、ウール、綿、
麻とか、まあ、その辺の、まあ、織の着物ですねっていうのは、まあ、基本的に本当にカジュアル着になるので、カジュアルな名古屋帯か半幅帯あたりが一番動きやすいのかなというふうに思います。あとはその自分がお出かけする場所に合わせて変えてあげればいいのではないかなと思います。ということで今回は紬織の着物に合わせたい帯についてご紹介をしました。期間限定の紗季式着物美人メソッドを開催中です。あなたの魅力を 300% アップさせる LINE 講座となってますので、ぜひですね下の説明欄からご登録よろしくお願いします。